はーい、皆さんこんにちは、のっぺです。ティンバーボーン、やってみましょう。さあ、前回はこちらメリーゴーランドを作りました。これによってビーバーのステータス楽しさが上昇しました。で、こちら上流側のダムの方がもう一段深くダムを貯めれるようになったということで、さあ引き続き頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、では引き続きやっていきましょうか。で、科学ポイントは現在5000ぐらい溜まってるので、じゃあそうだな、今度は何アンロックしましょうか。進歩の炎、10マス内の簡単にを上げる。ああ、いいですね。じゃあこれ、じゃあアンロックしまして、で、こっちの装飾の方もどんどんアンロックさせていきましょうか。じゃあカカシ、はい、じゃあカカシアンロックして、で、フェンスもあるのか。じゃあこれもアンロックして、で、屋根とかも、じゃあ、後で立ててみましょうか。じゃあ、まずは、フェンスか。フェンスはどんな感じ？あー、なるほど、なるほど。じゃあ、こんな感じで立ってみよう。はい。まあまあ、飾りだろうね。うん。で、あとは、じゃあ、かかし。かかしそうだなー。じゃあ、かかしはですね、こっちに堤防を置いて、で、この上に、かかしを置いてみましょうか。どんな感じが一番おしゃれかな。あ、いいんじゃないこれ。んー、なかなか良さそうと思うんですけど。さあ、では立ててみてください、ビーバーたち。で、こっちのフェンスの方はまだまだ。っていうかね、丸太ね、今ね、めっちゃ余ってるからね、ちょっと減らしましょう。んー、なので、じゃあ堤防、はい、じゃあこの辺り、じゃあもう一段高く、まあ、こんな感じでね。はい。で、そうですね。こっちの方もじゃあ、一段高く。はい。さあ、で、どうでしょう、かかしの方は。で、フェンスの方は？フェンスは丸太3枚か。んー、丸太3つは多いな。これもうちょっとな、ちゃんと、ね、こう、コーディネートしたいっすよね。で、こっちの堤防の方はどうだい？で、できるの早っ。あー、でもこれはこれでなんか、おしゃれな感じはする。で、あー、水干上がってんな。ちょっと水、じゃあ出しましょうか。はい、出る？あー、出ないか。はいはいはい。こっちの方は、はい。あー、出ないもんか、そういうもんか。さあ、やっとかかしができました。見てください、こんな感じです。うわ、かわいいかかし初めて作ったけどかわいいね。あー、じゃあこれもっともっといろんなところに作らせよう。かかしはね、なんか良さそう。さあ、かかしもう一個できました。あー、でもどっちがいいだろうな。私は個人的には足場の方が好きだな。じゃあ今度は装飾、こちらだ。ビーバーの像。これもじゃあ立ててみましょうか。はい、500ポイント。うわー、で、ビーバーの像はそうだな。これはさすがにどうだろうな。足場の方がいいかな。まあ、ちょっとしたことなんですけどね。じゃあ、この辺に立ってみようか。そうだな。じゃあ、この辺ね、隙間がほとんどないんだよな。ここいいじゃん。はい。で、ビーバーの像。はい。じゃあ、ビーバーの像。こう。んで、じゃあ、こっち側にじゃあ、はい。堤防を置いて、で、ビーバーの像置いてみましょうか。あー、いい。あー、なんかこう。風神雷神みたいな、いい感じじゃないですか。で、こっちまずい！浸水してる！マジかマジか！待って。ごめん。もう解放したんで。いやー、ちょっと漏れ始めてきたか。となると、そうやな。ここはじゃあ、テーブルで。うわー、浸水してきた！まずい。待って。ここどうしような。000。わあ、すげえ。みんな、みんなやばいぞ。浸水し始めてる。ひゃーああ、倉庫が。私の倉庫が。これはまずい。じゃあ、今度はそうだな。じゃあ、こっち。こっちにも、じゃあ、置きましょう。ああ、よかった。水引いた。あぶねえ。で、この進化の炎っていうのは、ああ、こんな感じか。なるほど。煙突みたいな感じだね。じゃあ、ここに置こうか。はい、じゃあ、煙突置いときまーす。板400枚。マジか。400枚ある？
板721枚もある。すげえ。めちゃめちゃあった。だからまあ問題はないか。でちょっとね、やっぱ丸太を減らさんとな。丸太を減らさなきゃいけないっていう状況なんて贅沢な。でこっち側の堤防はできたか。うん、あーいいね。これだったらさらに水溜めれそうだな。あとはそうっすね、こっち側の方にも堤防作っておこうか。いやー、こんだけあったらね、干ばつ何日くらい防げるんだろう。じゃあ次は屋根なんかも置いてみましょうか。そうだな。じゃあ 1×2、 はい。で80カークポイントで、こんな感じにしまして、はい。で今度は 2×2、 じゃあこれ、じゃあアンロックしまして、あこっち向きだよな。じゃあ次はこっち向き、はいはい。あーでもなんかおしゃれかもしんない。あーいいねいいね。こういう美的センスがね必要なんですよね、きっとね。でかかしの方はちゃんと馴染んでるかな、かかしを。あーでもちゃんと馴染んでるな。やっぱりこういうね、畑とかあとこう森とかにかかしておくとね、なんか雰囲気出るわ。さあ干ばつまであと3日でございます。でこちら見てください、進化の炎できましたね。で10マス内の簡単2を上げる。簡単上がってる？あ、簡単上がってるね。よしよしよし、いいぞ。で、簡単2を上げると、歩く速さが 30% 上がる。すごいな。で、じゃあ、第2チェックの方は板、あ、あるな。じゃあ、ここに、じゃあ、さらにこちら、進化の炎を作ってみましょうか。で、創意工夫への賛美も作りたいな。ま、だけど、これ、科学ポイント1万2000もいる。すげえいるじゃん。じゃあ進化の炎を、そうやな、そうだな、どっか目立つとこ置きたいっすね。まあ、とりあえず、あ、トリプルロッジも作ってないか。じゃあトリプルロッジもどっか、さすがに、いや、こならいけるか。はい。そうか、トリプルロッジって、あれなんだね。その、このダブルロッジと高さが変わるわけじゃないんだ。なるほど。あーで、ビーバーの像、風神と雷神、ここにあったか。あーでも土台は、堤防でも足場でも、なんかこう、雰囲気あんな。うんうん。あーいいですね。で、これによってビーバーたちの美意識が上がるんですよ。素晴らしいですね。で、そうですね。あと、なんかいるもんあるかな。まあ、これ以上拡大させてもって感じなんだよな。まあ、なので、次の干ばつ乗り越えたらどうしていくか考えていきましょうか。だいぶね、ダムも深くなったんで。さあ、干ばつが始まりました。今回は8日か。今までで一番長いな。まあ、だけど、こんだけ深いダムができたんで、大丈夫でしょう。じゃあ、この辺の水をせき止めて、大丈夫？じゃあ、ここを高さ2にすれば。あー、漏れてる漏れてる。大丈夫大丈夫。いやいやいや、待ちなさい待ちな。で、ここをじゃあ高さ2にして、で、こっちを、どうだ？大丈夫？うわー、浸水しとる。まあ、だけど一瞬か。オッケーオッケー。本当に一瞬だけ？うわー、心配だな。まあ、でも、ギリギリ、せき止まってるように思うけども。まあ、大丈夫でしょう。オッケー。で、こっちの方は、じゃあダム 1.5 にして、で、1.5。よし。まあ、これだったら大丈夫かな。一応全体的に確認。水は、せき止まってるかな。うん、せき止まってるね。オッケー。さあ、では今度は製紙工場を置いていきましょうか。かなりね、紙がなくなってきたんで、じゃあ、こうして、はい。で、ここに製紙工場を置きましょう。製紙工場ね。で、できればね、こちら、印刷所も作りたいからな。じゃあ紙たくさん作れるようにしておきましょうか。待って。じゃあこうして。で、あとは、じゃあパワーシャフトもこっちに置いておきましょう。はい、お願いしまーす。で、あっという間に製紙工場2つできたか。早いな、ほんとに。で、ここの地区のビーバーは、無職な人いる？あ、いるな。で、早速割り当てられた。で、製紙工場動き始めたので、今度はこちら。はい、印刷所を作っていきましょう。で、紙を元手に本を印刷する。
で、本をビーバーたちが読むと知識が上がるっていうね。さあ、では行きましょう。はい。どんな感じになる、まあ、こっち側に置いてみようか。はい、じゃあ置いてきまーす。ね、本は、板と歯車と金属ブロックか。ちなみに金属ブロックは、あ、300個ある。すごい。めちゃめちゃあるじゃん。さあ、上流の方の1段目が枯れてきましたね。でも、まだまだ、もう1段深いダムがあるんで。さあ、大丈夫ですよ。やっぱこう、ダムがね、こう、2段階深さがあると余裕があるね。素晴らしい。いやいやいや、このダム作ってよかった。で、まだまだ上流の方もね、水が溜まってるんで、全然大丈夫。素晴らしい。さあ、見てください。印刷所ができました。これによって本を印刷して、ビーバーたちの知識が上がると。で、まだ本できてないもんね。さあ、さあ、働きなさい。で、今、この子が、紙を持ってってんだな。さあ、動く。あー、ガッシャンコガッシャンコしてるんだ。はいはいはい。で、ガッシャンコガッシャンコ。はいはいはい、なるほどなるほど。おー、すごい。本書いてるんだ。本できてる。あー、でもそんなに動きよくないっていうかね、多分ね、これあれだ、稼働効率がよくない。あのね、風車止まってるわ。やっぱり風車が動かないと本全然できないな。まだ一冊もできてないもんね。さあ、頑張れ頑張れ。で、風車動いて、くそーこいつ動いてほしい時に動かん。で、一冊できたかな。ちなみに、ビーバーたちの知識上がってねえか。まあ、上がってないよな。まあ、あとは簡単さんと知識、あと楽しさだけか。キャンプファイヤーも増やさんといかんな。で、このあたりはね、こちら、発明家たくさん置いてるんで。で、こんな感じで、ね、観葉植物もね、たくさん置いてるから。この辺なんか良さげなところになりそうね。じゃあ、こうして、はい。で、そうだなぁ。じゃあ、ここにそうですね。じゃあ、キャンプファイヤー置いておきましょう。はい。で、次は、じゃあ、こちら、装飾でベンチも置いてみましょう。まあ、ベンチはね、まあ、特に意味はないんですけど。じゃあ、ここにベンチ置いといて。あ、またまた。これ、ベンチじゃなくて、観葉植物を奥に置いといた方がいいか。はい。で、こうして、こうして。で、ベンチを、こう置くと。ああ、いいですよ。いいですよ。で、こっち側はどうしようかな。で、知識の方はどう？ちゃんと上がってる？まず、二人本読み始めた。で、知識が上がるとですね、知識が上がると、こちら。仕事の速さが 20% 上昇。で、干ばつの方は今、6日目か。いやー、余裕じゃん。素晴らしい。全然水ある。よかった。さあ、印刷所の方はしっかり動いています。で、ビーバーたちの知識は、まだまだちょっと足りないかな。もうちょっと紙をうまく増やしたいですね。多分ね、紙が、いやー、紙はどっこいどっこいか。まあ、ここは印刷所をもっと増やさなきゃってことなんだろうね。さあ、で、今、製紙工場もう一個作ろうとしています。で、こっち側、あ、いいじゃん。あ、すごいいいじゃん、ここ。だって眺めもいいしさ。おー、すごい、いいですね。わー、しっかりできた。そうだな。じゃあ、このあたりに今度は、じゃあ、ビーバーの像でも立てておきましょうか。こ。で、こっち側の方にもね、なんかこう、この辺味気ないからな。まあ、ベンチでも置いて。はい。いや、ここのベンチ怖いな。もうなんか、もう貯水槽に落ちちゃうもんね。まあ、ここはじゃあ、はい。じゃあ、はい。観葉植物で、あとフェンスか。じゃあ、フェンスでも置いて、さあ、後ろに落ちないでねっていうアピール。さあ、干ばつが終わりました。余裕やったー。もうこれ多分ね、十数日ぐらい来ても大丈夫じゃないかな。だって本当に余裕だもんな。ちなみに今さ、震度計の方は0.67 か。まだまだ余裕だね。お、
すごい。 0.67 マス分の水がまだまだあったと。だってね、給水ポンプも止めてないし、それでこれはすごいな。で、堤防もね、もう一段階深くしたいなと思って今頑張ってるんですけど、で、こっち。さあ、水が来ますよ、水が。あ、もう、流れてるか。はいはいはい。で、こっち側、こっち側さえ止めれれば、さらにこっち側、深く水を溜めることができる。まあ、だけど、こっち側の堤防も作らないといけないもんね。ということで、頑張っていきましょう。で、待ってください。待って待って待って。やばい、浸水してる。マジか。どこどこどこ。どうしようどうしよう。どっかで水溢れちゃってんな。これまずいぞ。えらいことになってる。こっち水溜めすぎたんかな。多分そうだな。じゃあ、出します、出します。111。おー、やばいやばい。ごめんね。すいません。全然気づいてなかったっす。すいません。で、じゃあ、こうして。いやー、すごいことになっちゃった。ごめん。で、ここで勢いよく水が出てきました。で、これでなんとか。で、あー溢れとる。いやー、やめてー。だから、じゃあ、今度は、どっかの水を、なんとかしないと。うわ、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 すごい、すごい。どうしよう、どうしよう。え、こっちが、あー、出ちゃってんの。あー、でも、ま、仕方がないね、これは。これ、干上がるまでに何日かかるんだろう。もう、水完全に溜まっちゃってるもんね。じゃあ、ここ、思い切って、ここに給水ポンプ作ろう。で、給水ポンプ作って、で、水を汲み取るようにしよう。さあ、この秘策うまくいくでしょうか。ごめんね、みんな。みんなごめんね、迷惑かけて。で、そうだな、こっち側にも給水ポンプ作るか。となると、給水ポンプ、こうか。だから、ここを抜きましょう。はい、抜きまーす。で、給水ポンプ。じゃあ、こっち抜くの最優先で。さあ、抜いてください。うわー、ごめんね。ほんとすまねえ。でも、だいぶ浅くなってきてるから、まあ、時間が経てば干上がると思うんだけど、一刻も早くなんとかしないとね。さあ、で、こっちの給水ポンプできましたね。早く水を汲み取ってごめん、ほんとに。ごめんね、ほんとにみんな。で、ここで頑張って汲み取ってくれれば、いつかは干上がってくるでしょう。この水浸しのやっとこどうしような、やばいな、これは。非常にやばい。で、こっちの、ロッジの方も浸水してるよね。で、ダブルロッジの方は無事だったか。で、給水ポンプ。さあ、汲み取って。あと、どんぐらい汲み取らなきゃダメかな。結構入ってたもんな。ごめん。さあ、なんとか水一晩で抜けましたね。よかった。よかった。もう今後、こういうことがないようにしていきたいですね。で、ダムの方はですね、もうちょっと堤防を築かないといけないですね。あと、こっち側か。じゃあ、こうして、はい。で、こうして、こうして。で、これでどんなもんでしょう。はい。で、こっち側も、じゃあ、こうして。で、堤防、こっち側ね。で、こう。で、こっち側も置かんといかんかな。あ、置かないといかんな。こうだ。なので、うわー、届くかな。いける？階段。こうかな。で、はい、足場置いての、はい、じゃあこう。さあ、水が抜けて一安心しましたので、じゃあ屋根とかも、じゃあ引き続き置いていきましょうか。で、間伐とかもね、全然大丈夫だったからね。いやー、すごかった。そうだなー。じゃあ、ここを、足場にして、はい。で、ここに、レジャーの屋上テラス、置いていきましょう。あー、いいですね。じゃあ、ベンチとか。ベンチもね、まあまあ意味はないんですけど。まああるとね、なんかいい感じになるから。じゃあこうして。はい。ああ、いいですね。素晴らしい。で、あとなーあと、研究ポイントも今6000あるか。で、もうすぐでこちら。創意工夫への賛美が立てれますね。
あと6000ポイントか。さあ、干ばつ3日後でございます。まあ、今回も大丈夫でしょう。うん、大丈夫、大丈夫。で、堤防の方はね、もうちょっと時間いるかな。ちょっとね、こう、橋渡ししてたところとかね、その辺の兼ね合いがあんまりうまくいってないかな。で、ここもな、なんとか、早めに繋いでいかないと。で、じゃあ、ここで、じゃあ、こちら、行きましょうか。吊り橋5!さあ、吊り橋5、行きましょう。じゃあ、まずは、これ壊して、はい。で、これで、届くかな?届くか。ね。いや、だけど、届きすぎる。ね、今度は、だから、吊り橋4。これを、じゃあ、アンロックしまして。これだよね。はい。で、これで届くか。うわ、めっちゃポイントいるな。じゃあ、これを壊して、で、道作って、で、階段作ればいいか。はい。となると、こっち邪魔か。これ邪魔だ。うわー。で、早めにこれ壊してもろうて、はい。で、道も壊して、で、この辺はこの辺は、ね、緑地も欲しいですな。こっち側とかに畑とか作るのもいいね。そういうパターンもいいな。あとはまあ、とりあえず堤防だな。もう堤防たくさん築こう。さあ、これだけおしゃれになった住宅を見ながら今回はここにしましょうか。はーい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ドベンでした。さよならー。